はい、今回紹介するのはこちら。はい、ミカサさんから発売されているエアゲージ付きダブルアクションポンプというような商品になっております。ちょっと簡単にねレビューしていきたいと思いますんで、もしよかったら見ていってください。それでは行ってみましょう。こちらね、Amazon さんで今回2000円ちょっとぐらいで購入いたしました。はい、まあ何かっていうと、まあ、要するに空気入れですよね。で、この空気入れの一番の特徴がここにメーターがついている。これがね本当に、今回この商品を買った一番のポイント となっています。それでは早速開封していきましょう。はい、終了。はい、今回こちら購入したんですけれども、ここにねメーターがついているというのが一番のポイントになるかと思います。そして何よりもこの小さいボタンで空気も抜けるっていうのはすごいいいと思います。あのメーター、こちらの空気圧のメーターを見ながらこちらのボタンで空気が抜ける、これはねとても便利なんじゃないかなと思います。あの値段的にも2000円ぐらいですし、例えばその空気圧を測るためのメーターだけを買う、そして空気入れの、ポンプだけを買うというよりも、もう一体化しているこちらの製品、本当にねいいと思います。はい、ではね早速、試してみたいと思います。はい、まずねこれ、取り付け方法なんですけれども、こちらのメインのここを外して、で、こういう風なネジ式になってるんですけど、別にだからといってネジで固定するわけではなく、グッと差し込むだけしかできません。はい、で通しておいてこいつを本体に差し込む。はい、でこのキャップを締め込むと。よいしょ。はい、これで準備 OK です。はい、これでね、もう空気が入れられる。そしてこっちの取っ手、ここに空気穴あるんですけど、まあ、ここをね開けておいて、こういう感じで空気を入れていく。はい、でここのボタンを押すと空気が抜けるといったものです。でここメーターついてますね。さあでは早速、空気の方入れていきましょう。どうなるかね。メーターとしても、まあ私たちが見る空気圧、一般的にはこの赤字の方、これで、まあ、フットサルボール4号球でも、一般の5号球でもだいたい 0.8、競技的には 0.6 から 1.1 って決まってるようなんですけれども、まあまあ 0.8、0.9 ぐらい入れておけばいいんじゃないかなと思います。はい、はい、今回ねこのフットサルボール4号球、こちらにね空気を入れていきたいと思います。はい、で、今状況なんですけれど もこれぐらい空気が抜けております。まあ、放置してたらね自然に空気が抜けていくので、まあ、仕方がないのかなと。で、私の経験上なんですけれども、やっぱ練習する前に必ず空気圧見といた方がいいと私は思います。例えばキック練習一つにとっても硬さが毎回違うと、ボールが当たった時の感覚、感触っていうんですか、フィーリングが全然違ってくるし、何が良くて何が悪いのかっていうのも分からなくなるし、リフティングする時も、体がね合わないっていう、そのいつもと感覚が違うとなるよりは、必ず空気圧を見ておいて状況を確認しておいた方が、まあ、フィーリング的には合いやすいのかなと思います。はい、ではね、こちら空気入れていこうと思います。よいしょ。はい、
まあ、こちらのメーターをね注目しながら見ていこうかなと思います。さあでは早速いきましょう。挿入、優しくしてね。いや初めてだから痛くないようにしてね。入った。はい、でここのねメーターを見ながらよいしょ入れていきましょう。あ、空気が抜けてる、なんか抜けてる。あー、しんど、疲れた。あ、ここが緩んでるしか、うん、この小さいネジが緩んでたみたいな。ちょっとここをキュッて締めてもう一回刺してみよう。あ、全然抜けへんはい、全然抜けなくなりました。なんだ、それだけのことだったのか。あ、ほら全然抜けてないですね。ゆっくり入れていきましょう。ゆっくり皆さんの分かるように、押す、引く、押す、引く、押す、押す、引く、押す、引く、押す、引く。はい、ゆっくりね、優しくね。あんまり激しくすると多分ここの樹脂のところが壊れそうなんで、ゆっくり入れてった方がいいですよね。あ、ちゃんと閉まってたらもうすぐに入っていく。はい、うん、あの入れる時もすごいやっぱ安物の空気入れだとすごいなんかスカスカ感がありますけど、あの重みもあって、あ、ちゃんと空気入ってるんやなっていう気がする。はい、もうすぐ 0.6、7、まあ 0.7 ぐらいかな。でこれでどうかな。はい、これで大体 0.8 ぐらいいったんじゃないでしょうかね。では抜きましょう。はい、どうでしょうか。もうさっきと全然違ってカッチンカチンになってます。はい、これで 0.8 っていう感じで、やっぱりねちゃんとね、毎回空気圧っていうのをチェックした方がいいようです。おい、はい、今回ねご紹介したこの空気入れなんですけれども、うん、やっぱ常に同じコンディションで練習を始める、練習をするっていうのは大事なんかなっていうのが私、最近になって思うようになりました。うん、まあ、それがね確実に正解なのかっていうわけではないんですけど、まあ、上達したいなら、上手くなりたいなっていうことではないでしょうか。この製品自体もねとても軽いし、あと、大きさも、まあ、見て分かるように20センチぐらいか、だいたい本体で20センチ、ホースで10センチぐらいなので、コンパクト、まあ、どこでも持ち運べる大きさですし、空気も簡単にこう抜けるし、で見れる、数値的にねはっきり、何本入ってるのかっていうのが分かるし、うん、いやこれはねぜひ1人1本持っててもいいぐらいのもんだと思いますよ。はい、ということで今回ねご紹介したこのミカーサという空気入れ、こちらエアゲージ付きダブルアクションポンプ、これバレーボール、あ、サッカーもね、やっぱりサッカーとバレーボール、はい、ボール、これで入れていってもらったらいいかと思います。まあ、耐久性についてはこれからもね見ていこうと思いますんで、よかったら高評価、そして、チャンネル登録なんかしていただけるとありがたく思います。こんな単純な道具意外に大事なのかもしれません。それではまたお会いしましょう。さよなら。